はい、どうも赤星です。どうも赤崎です。瀬尾です。よろしくお願いします。はい、さあ頑張りましょう。はい、ジロリアン浮間店というところですね。あら、お店名がもうジロリアンということで、一体どういうお店なのかちょっと見ていきましょう。はい、まずはこちらのね外見からですけども、埼京線のですね浮間船戸駅という、はい、駅から徒歩10分、はい、北区の一番上にある、うん、ね、本物のジロリアンの方が実際にラーメンを作りたいということで出したのがこのお店なんです。あ、なるほど。名前をジロリアンにしちゃったという、好きが高じてですね、うん、で僕とね多分赤崎さん赤坂店一緒に行ってますよね。あ、覚えてます。あ、行ったかもしれない、ね、あれジロリアンですよ。あ、そうなの。そう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 、もう閉店しちゃったんだけどね。ほうほうほう。でこれとどう違うのか、まずは食券から見ていきますけども、はい、ラーメンはまあ焼酎大、つけ麺焼酎大、油そば焼酎大で、うん、トッピング小さい食券ですけどいろいろ揃ってますというのが、ジロリアンですけども、はい、今回はですねこれ油そばの中、これが非常に食べたかったんで 300g で選択しておりますね。結婚油そばの中のな全部マシマシにして生卵ということで、僕好きなんですよ生卵めっちゃ入れてトリプル、この油そばの滑らかさ、生卵の滑らかさを今日は堪能していただきたいということで見ていきましょうね。まずは豚からいきますが、特に増してないね、今回は主役ではないのでサクッといきますけども、はい、ややコリコリとした脂身にみちみち赤身、なんかちょっとステーキみたいな味付けが、ポークチョップのような、そう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 、そんな感じで、で、ま、生卵1個目いきますよね。これからてっぺんですよ、てっぺんの生卵ふひっといきまして、あの、まんべんなく広げていくんだけど、もちろんこれ一番上は油と野菜しかないところね、ガーッと掴んで、うわー、ここをね、書いてあることも違ったよ。油かまぼこの威力すごいですよ本当に。ということで、ここでねもう卓上返しをかけていって、はい、まあ、ここがね、油自体の味付けっていうのはほぼないんで、この場所でもこう変えていくっていうのがおすすめ。セルフで自分で、そうなんですよ。で食感としては相当なシャキなんで、ガツガツと食っていっていただきたい、はい、がおすすめでございますね。で、まあ早めに出てきましたね、うん、早めに出てきました。油と野菜をねもう最初から楽しみたい人、うん、こうやってかけていっちゃう、食べてください、もうね、はい、あ、ちょっと隣に写ってる方先輩なんで、あの、はい、気にしないように五十嵐さんという先輩です。やっぱチラチラね、目が合っちゃいますね、動画越しに。まあ、そんだけ魚粉なんかも返してきますけど、まだ麺いってませんよ、まだ。あ、確かに、ね、まだ麺食べてない時点で、魚粉をかけていきますが、ようやく麺です。どうしょえねえ、この非常にバウンド力のあるしっかり縮れるということでね、うん、弾力が結構強いんだよね。あ、なるほど。そうそうそう、ゴムゴムとした、これデロ麺だったら俺デロリアンって言おうと思ってたのにな。あ、すいませんでした。ずっと、ずっと言おうと思ったんだよ。ずっと思ったけど、デロリアン惜しいな。まあ2個目をねここでねかけていきますけども、君はもったいぶらずにね一口にこう全てをかける、あ、やってください。なるほど。これはやっぱ3分かけるとさあうまい。あ、まあでも G うまいかな。あ、そうね。あ、確かにね。まあ元からこれ多めに入っているね油そばの油なんかもね組み合わせで、ね、ミックスして麺自体もね小麦がちょっとこう甘みがある麺なんですよ。なので、まあ、かけないで横からこうすくって麺だけを食べてみる。これね、皆さんには見えないけどめちゃくちゃ動いてます、ね、あ、はい、すごい身振り手振りね、で辛さのニンニクの辛さはね控えめなバランスニンニクということで、ございますが、ちょっとこちら見てくださいね、デフォルトでですねこの辛い揚げ玉も入ってますんで、でこれが別の辛さもありまんねんということでね、やってますけども、ありまんねん、とここでですね、ここでちょっとね、ちょっとね、右の位置にお客さんがものすごい入っちゃってですね。ああ、そういうことですか。どうしようかなと。五十嵐さんにモザイクを借りたわけです。じゃあ、私、思いつきました、ここで。前回、右手で隠していきましたが、左手で麺を作るというの。いや、いいって。
これが重要。ちょっと見えてるし。いやいやもう映ってないから。後ろ姿。大丈夫ね。モザイクでよかったんだよね。いやいやこれやっぱ右がここ映っちゃうとさちょっとねあれなんで意外と左手でもいけるんだな。まあぎこちないっちゃぎこちないですけども。ぎこちなさすぎない。ええー、こういうのも入れていく。店主めっちゃビビるんだよ。どうしたこいつっていうね。いや確かにね開かずとか言ってますけども最後にね。いやいやだから。いやこれもやっぱりねいや美味しいんでね。酸っぱいんすよこれ本当に。そうだよ。赤いお酢。お酢だから。クエン酸の量異常です。マジで。いや本当に。元気に飲むからでしょ。いやまあね口をトップクラスの酸っぱさで、満たしていきまして分解してくれるんで、うん、フィニッシュ最適ということでね絶対使ってみてください。てかこれがやりたいから僕ね今回油そばにしたんですよ。この赤酢があるっていう。酢をね。そう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 。赤酢ね。赤酢なんで。ラーメンよりもまあ美味しいわ。3つ目の生卵カットしちゃったけども。なんでだよお前。すいませんちょっと。たっぷり堪能していくみたいな言ってたじゃん。いやでも2個。いつ食ったんだよ。本当だよ。おい。やっちまった。2個。まあでも2個すごい滑らかに美味しそうに食べてましたよね。ね。美味しかった。3個目だからスープに溶かして、あのバランスよく食べるのがいいということにしておきますね。今回は。あそうだった。カットしたけど。5つ目が食ってたの。そうしたろうね。うん。いや、編集を忘れるとこういうことになるんですよね。気をつけてくださいね、さっきのメイクちゃん。ああ、さらっと。気をつけてください。チャンネル登録お願いします。というわけで、はいはい、チロリアン、浮き待ってんということでね、はい皆さんも最強戦のことに、さらっと降りてみてください。さらっと降りてください。ごちそうさまでした。はい。Thank you.